スワローズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番宮本。さあプレー再開。第1球を投げた、空振り、思い切って振った。さあ2球目、インコース引っ張った、サード右、ファーストへ送る、アウト。これでワンアウト。今日2三振、岩村。外野は長打を警戒します。スワローズここまで5安打。よくってボール、ワンボール。シュート決まった、ストライク。投げました、直球ボール、内角へ。ノーエンドアップから投げました、打った、大きな当たり、ぐーっと伸びていく、岡上激突、レフト見送った、ホームラン。今日2本のヒットを放っているダミです。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。木村バック入った、ホームラン。バッターは5番鈴木、これが4打席目になります。打ってこれは平凡な当たり、シート、ボールを掴んでアウト、2アウト。右バッターボックスは6番古田、この試合4回目のアットバット。縦のカーブ見送りストライク。第2球を投げました、アウトロー変化球ストライク。さあ3球目、1球外してボール、わずかに内側、投げました、インコースわずかに外れてボール、2ストライク2ボール。投げた、縦のカーブ、空振り三振、スリーアウトチェンジ、笹岡ガッツポーズ。8回の表が終わって3対3、笹岡この回2本のホームランで2点を失っています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは6番栗原。さあプレー再開です。投げた、打ちました、伸びた、伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン。そのホームラン、栗原今日これが2本目のホームラン。前田がっくりうなだれる、カープ勝ち越し4対3。プレーが再開されました。投げた、内野は前進守備、セカンド取った、ファーストへ、アウト。これでワンアウトです。石原右打席に入りました、これが4打席目になります。打った、セカンド飛びついた、抜かれた、センター前ヒット。さあこれでワンアウトランナー1塁。バッターボックスはラストバッター東で、今日最初のバッターボックス。さあ試合再開です。外野前進です、バントしました、三塁線ファウル、ファウルボール。一塁へ牽制球を送ります。さあ2球目、バントした、ファウルボール。投げた、打った、取った、セカンドへ送る、二塁アウト、一塁転送、送球がそれた、一塁セーフ、間に合わない。ランナー1人を置いて迎えるバッターは木村、ここまで1安打。さあ1球目、一塁ランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球間に合った、判定はセーフ、盗塁成功。二塁ランナーをちらっと見た。さあ2球目、打ちました、ファーストバッテ取る、アウト、スリーアウトです。8回の裏が終わって4対3、カープ1点勝ち越しです。ここでタイムがかかります。ここは代打を投入してくるようです。代打は渡来。ピッチャーを変えてきました、笹岡降板、長川マウンドに上がりました。カープこれで全ての投手を使い切りました。ワンナッシュから投げた、ボール、速球外れました、これはわずかに低いか、フォークボール見送ってストライク。投げました、打ちました、飛びついていく、抜けた、センター前ヒット。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用してくるようです。ミキ一塁に入りました、まずは一塁牽制。第1球を投げました、低めの球、ボール、足が上がった、投げました、4-6-3、アウト、4-6-3のダブルプレー、あと1人。バッターはピッチャー前田、スワローズ最後のバッターになるのか、初球スライダー空振り、アウトは打った、これはショートファーストへ送球、アウト、ゲームセット。